埼玉県本庄市の指導で、太平洋戦争中に投下されたとみられる不発弾が見つかり。周辺を封鎖して、撤去作業が行われています。午前九時半です。不発弾の処理が始まりました。先月、本庄市で。道の改修工事中に不発弾が地下に埋まっているのが見つかりました。 午前9時半から自衛隊員らによる撤去作業が始まり、万が一に備えて周囲には土納が積まれました。半径300メートル以内が立ち入り禁止になり、およそ300人の住民が避難しました。見つかったのは長さ1メートルほどのアメリカ製の爆弾で、太平洋戦争中にアメリカ軍が投下したものとみられています。新刊を抜いた後、およそ1時間後に安全が確認され、立ち入り禁止は解除されています。